はい、スポーツ大国が始まりました。スポーツナビゲーターの川瀬康夫です。本日はですね、アシスタントさんいらっしゃいますよ。ちゃんと今日のアシスタント、カモン。アシスタントの秋元紗衣です。アシスタントの山本結衣です。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速今日これどこに来てるんですか。何やるんですか今日は。今日は森永製菓イントレーニングラボに潜入します。ほほほ、イントレーニングラボ、すごいですね。これトレーニング系ですね、今日は。ちょっと、そうですね、体動かす感じですかね。大丈夫ですか。いや、大丈夫かどうかはこれから、これからですね。そうです、完全に不健康の極みなんで。しかし、ね、このインですからね。インゼリー、インゼリーね。全部インなんです。そう、全部インでね。インで。これ、すごいですよ。ここから潜入しますよ。契約アスリート以外の方はご遠慮くださいという、すごい、これ秘密の感じ。そうそう、普通、契約選手ですか。違います。違うよね、もう契約選手だと入れないですから。こっちにはもうなんかもうすごい山積みになってますけど。インゼリーです。ちょっと楽しみですね。それではスポーツ大国スタートです。イエーイ。声ちっちゃ。わっしょい。早速トレーニングラボの中に潜入しました。着替えてるね。はい、スポーツ着替えてきました。スポーツできた。インしてるね。はい、ちょっとやっぱりね、スタイルはよく見せたい。ああ、なるほど。じゃあインした方がいいか。これしたらちょっとだいぶ出ちゃうから。インしてる。今お腹へっこましてます。お腹へっこましてる。すっごいへっこましてるよ。通常に戻してみてください。王者。イントレーニングラボの施設をぜひいろいろお話をお伺いしたいなと思ってまして、本日は、牧野さんに来ていただいてます。牧野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。牧野です。よろしくお願いします。お願いします。すいません、なんかちょっとわちゃわちゃしちゃいました。いやいや、全然。いや、さっき入り口に、はい、契約アスリートの方、はい、専用の、はい、施設だということで書いてあって、我々入りながらもドキドキしながら入ってます。まずこの施設どんな施設なのかちょっと教えていただいてよろしいですか。そうですね、森永製菓が所有するアスリート専門の施設で、はい、もう来てるアスリートはオリンピアンとか、はい、あとはプロの選手ばかりなので、はい、その人たちが競技力向上するためにもうデザインした施設になってます。はい、かなり広々とゆったりと。そうなんですよね。そうなんです。ここを契約アスリートだけで。だけです。もう一般の方来たくても来れないっていう。いや、でもすごい贅沢な感じなんですね。そうなんですよね。やっぱり緊張感がかなり高くなるので、一般の方がダイエットでってなると逆になんかこう、いいのかなみたいになっちゃったりしますから、はい、なんでもう専用施設にしてかなりの、ピリピリしたムードでトレーニングします。はい、大丈夫ですか、我々みたいな。ぜひ今日はもう、特別に。あ、すいません、はい、特別にちょっとこの施設自体をどんなものかちょっといろいろとお聞きできればと思いますので、よろしくお願いします。ぜひご案内いただければと思います。よろしくお願いします。スポーツ大国、まず一番大事にしてるのはこのスペースなんですよね。はい、フィットネスクラブだとなかなかこういう広々としたスペースがなくて、ね、なかなかこう何も置いてないところって。そうなんですよ。取るのないですよ。ないですよ。ですよ。贅沢ですよね。そうなんです。はい、アスリートはやっぱり重りを担いだりとかも当然するんですけど、はい、その後はやっぱりスポーツ競技につなげなきゃいけないので、はい、その時に実際ここで投げたり打ったりみたいのをするためにスペース取ったり、あと飛んだり跳ねたり、あと走ったりですね、はい、そういうスペースがすごく大事になるので。どんぐらいあるんですか。ここは長さ35メートル。ちょうどここで。そうなんです。なかなか多分都内ではこのぐらい広さが少ないと思います。そうですね。スプリントとかそういうのもやります。あ、なるほど。インターバルトレーニングっていうのもあって、バンバンここを走らせて最後もひっくり返らして帰らすっていう。そういうのも当然やってますけど、今日はしないので大丈夫です。ちょっとドキドキします。もう全然帰りたくなっちゃうかもしれない。機材もいろいろとその周りにね、機材が取り込まれてますけど、それぞれごとになんかエリアでこう仕分けられてるんですか。そうですね、まず前提としては、来てるアスリートが、世界を転戦して回る選手たちだったり、プロの選手でも国内をずっと転戦して歩いているので、
ここじゃないとトレーニングできないってものはなるべく置かないようにしてるんです。だいたいどの国に行ってもどの場所に行ってもありそうだなってものをまず置いて、うんうん、でそれ他にも必要なものあるんでちょっと変わったものも置いてあったりするんで、はいはい、今日はそれをご紹介させていただければなと思いますけど、あ、なるほど、はい、この辺はもうあのいわゆるフィットネスクライムもあると思うんですけど、重量担いで力つけて、はいはい、パワーつけてバーンってやろうみたいなところがこのエリアです確かにここのエリアは見たことあるような、はい、いわゆるフリーウェイト系のバーベルがあって、はい、ベンチプレスとかスクワットとか、そうですね、はい、でこちらが有酸素のエリアになって、はいはいはい、いきなりサンドバッグいきなりサンドバッグがありますけど、はい、まあ、こういうのを打ってちょっと心肺機能を高めて、あ、なるほど、これもだから別にあのボクサーだけのトレーニングじゃなくて、ではなくて、はい、パンチ力強くしようじゃなくて、はい、あの上半身使いながら心肺機能を上げるときは、なるほどなるほど、使ったり結構足も使うので、はいはい、いいトレーニングになります、はい、あとはまあ普通にフィットネスクラブにも置いてある、はい、ランニングマシン系プレートミルって言うんですけども、はいはい、もあるんですけど、フィットネスクラブに比べたらやっぱり利用率が少ないので、台数も少ないし、基本的にはもうウォーミングアップとか、はい、長い時間走るときにしか使わなくて、短いダッシュとかも全部こちらのスペースで、なるほど、はい、確かにこれに乗っとけばなんかやった感出ますよね、あのジムに行くと。でも、はい、やっぱり世界を戦うアスリートの方々はやっぱりこれはま あ, あのおまけぐらいの感じです、はい、でこういうのちょっと活用したり、あまりフィットネスクラブじゃないですけど、はい、ライトがつくんですよ、はい、でセンサーになってまして、光ったところに手をかざすとピッて言って反応系のエクササイズ、要は反射神経と、そうです、そうです、これ8つがあって8つがランダムに光るので、光ったところにタッチみたいな、そういうのに使ったりします。それはどんな競技に役立つんですか？どんな競技でも大体、はい、相手の動きに反応してボールに反応してとか、はい、なるほどなるほど。あとはバイク系ですね、バイク系ですね、はい、こっちの方が多分人にスクラブ置いてるんですけど、こちらはあの自分の右足と左足がどれぐらいの力で出てるのかっていうのがこれで分かる、あ、左右差、そうなんですか、分かる、もしよかったら試していただいて、うん、はい、さんどうぞ、あのちょっとサドルがねちょっと痛いかもしれない、サドルがちょっと裂いちゃった方がいいね、これ、はい、私ですか、うん、これはい、乗っかっていただいて、たまになってるね、え、なんかそうすると、はい、今右足と左足で、あ、本当だ、ちょっと左足の方が強めに漕いでる、はい、あ、これ意識しちゃうと右足、いや、そうそう、今意識したでしょ、完全に、そうなんですね、完全に右意識したんだ、今、何も考えずに、何も考えずに、何も考えずにちょっとやってみて、何も考えずに、はい、今何も考えてないです、あ、でも、ちょっと左の方が強い、あ、でもそうでもないかな、はい、比較的バランスよく、で、アスリートだと顕著にも利き足が強く出たりするんですよ、なんで、はい、なるべく左右均等に出力していただいて、でこの中でパワー系のトレーニングしたり持久力のトレーニングしたりみたいのを、あ、スプリングとフォワーとか、そうです、はい、持久力的なことをやって、はいはいはい、やってます。特にあの体重の重いクラスの選手たちは、はい、あんまり走らせると膝痛くなったりするので、はい、そういう選手はこういうのでやっぱり重力がね、どうしてもあの、そうなんですよ、そうなんですよ限界がやっぱり、はい、そっかそっか、関節に負荷をかけないで、はい、筋力をこうだったり高めたり、心肺機能、はい、高めたりしてます。ヨーロッパ系はもうほとんどこのバイク今はなってますね、こっちじゃなくて、はい、これはもうちょっと一昔前になっちゃった。これは結構重いんですか？ですね、多分変えられるんですよ。ここにですね、空気の量で重さを調整するんで、これ重くしたんですか？あ、そうなんですか。重い。重くなりました、ね。はい。これ抜くと、あ、もうすごく、すごい。空気抵抗で、はい、空気抵抗で重さを変えるんですね。はい。あ、じゃあ、むしろ、なんで電気がいらないんで。電源取ってないってことですかね。遠征先にもこれ持ってけちゃうんですよ。はい。それこそだからフィールド競技だとフィールドの脇とかにも置けます。置けますよね。へえ。すごい。あります、ね、はい。確かになんか、いや、普通は電源取ってってイメージだったんで。そうなんです。空気抵抗。これ重いのか。まあ、超重くしてる。いや、やっぱ重くなりました。でも、そんな。あ、でも重くなるところだから、今
今左の方が強かったよね。あ、 今意識したでしょ。意識しちゃいますね、これ。これバランスいい方がいいとかあるんですか。基本的には同じような力を出すようにしてもらって、はい。スポーツ大国。こういうのが面白いですよね。水が入ってる重り。ああ、確かに。これを持って動くと。あ、バランスが揺れるから。そうなんです。体幹トレーニング。そうなんです。自然とこう体幹を動くと。そうです。で、ちょっと見てみて。重りはそんなに大したことない。全然いけると思うんですけど。これで前を閉じる。ガチャッと閉めていただいて。そうね。あ、でも確かに今、え、これだってさ、斜めってで、これでちょっと走れてくるんですか。そうすると走ったりめっちゃ、やばい、こっちに傾いちゃう。はい、そうなんです。こういうので、これランジ動作みたいな、こういうのやると、こうやって自然に振られるような、いわゆる前後だけじゃなくて、左右で体幹を鍛えるみたいな。やばいです。え、これすごい飛んだり跳ねたりします。めっちゃ、この中に水が入ってるんですね。水が。え、やりすぎたらこっちに寄っちゃいません？なんかずっと寄っちゃいます。寄っちゃいます。それはそれでよ、もうありなんですよ。あ、はい。例えば柔道とかと引っ張られながら耐えなきゃいけないとかっていうのもあるんで。あ、はい。いろんなラグビーですか。はいはいはい。めっちゃ難しいです。めっちゃ難しい。いや、多分カバさんとかもやってみたらいいと。そもそも入るのかっていうのがあるけどね。なるほど。すいません。ありがとうございます。大丈夫ですか。あ、いける。大丈夫。ガンダムみたいになってる。大丈夫。閉まらない。閉まらないけどね。そうです。タックルの練習とかも使うんですか。でも確かに。これね、もう安定感とか多分。頭で支えてますね。あの130キロからするともうちょっと水があった方がいいかもしれない。そういうことですね。あの普段自分の揺れはもうこれ以上多分揺れてる。そうかもしれないですね。でも確かにあの水がこう動く。はい。そうね、水の量も変えたりとするんですか。変えられます。自分たち入れられるんで。はいはい、今5キロぐらいしか入れてないんで。はい、そうですね。ちょっと軽かったかもしれない。頑張って。ゲームのこのなんかすごい。すごい武器が入ってるんで。スポーツが好きな人も嫌いな人も今すぐチャンネル登録をするのだ。